で、あの自己紹介もらっていいですか。自己紹介。プロの名前じゃなくて。ああ、はい。自己紹介。トモです。誰か。トモです。伊藤も伊藤さん。マリアです。マリアです。マリアです。私はあのアイです。あのプロの名前知ってますか。知らない。愛してるです。あれの悲しみさえ、あれの苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れないみたいで。すみません、あの何歳ですか。17歳。まだ高校生。はい。高校生で、ね、夢は何ですか。まだない。まだない。看護師です。でもあの私は夢はあのお兄さんと一緒にいたいです。戻らない幸せがあること。あのいや本当に私の名前はマデです。マデのバリから来ました。よろしくお願いします。あのね、あのちょっと今インドネシアであの有名なバンドがありますでしょ。日本の歌ってるから、まあ、インドネシアで一番ヒット。もう300万ぐらい。ちょっと来ていい。はい。でも、あの来てもらったらコメントをお願いします。はい。話しておきたいんだ。これが最後さ。すべて手放してしまおう。それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで。昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで。ここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。もしもまた
きたから、もう何も聞かないで胸にしまい込んで、全ての後悔と君がくれたこの愛を。それはどうですか？あ、日本人じゃなくてインドネシア人。日本語めっちゃうまいですね。そう。あの顔がどう？かっこいい、かっこいい、かっこいい。好きで、好きで。かっこいい。ね。あのインドネシア行ったことがある？ない。一緒に行く。インドネシア。バリどう？バリ島、うん、あーでもなんか知ってますか？聞いたことありますね。でもバリ行ったことがない。行きたいですか？行きたい。うん、行ってみたいけど行ってみたい。あのインドネシアのこと何か知ってますか？食べ物か飲み物。インドネシア辛い食べ物があります。辛い食べ物のバリで、みんなのバリ人みんな一番好きは辛いの食べ物、美味しいだから。でも日本の食べ物の、ね、全部は辛くないね。あそうね。でも食べ物は好き、美味しいね。じゃあ、ね、それだけね、時間が出るようにしてます。ありがとうございます。